ワンズモールは、千葉市稲毛区長沼町にある、ショッピングセンター。2000年11月15日に、絹川ゴム工業の、本社敷地が一部縮小した後地に、日産不動産によって設立された、ショッピングセンターである。主な都南都に、ロピアワンズモール店と松本義吉ワンズモール、長沼店、小島ビッグカメラワンズモール稲毛店、ニトリ千葉長沼店、セントラルウェルネスクラブ長沼がある。 キーテナントとしてかつては大英が入居していた。経営再建中の大英は2005年2月に全国の53の店舗を閉店することを発表。その中には千葉長沼店、なります店等主力の店舗も含まれていた。その後、2005年9月29日に発表された記者会見で再生計画で閉店予定だった千葉長沼店は、 リストアップされていた11店舗とともに、業績回復が見込まれると判断され、閉店は、免れた。その後、2016年3月1日より、大英千葉長沼店の営業権が、イオンリテールに承継された。大英として、同年3月9日まで営業を続け、改装休業を経て、同年3月12日より、イオン千葉長沼店に解消する形で開店した。 2018年11月16日に2019年2月末をもってイオン千葉長沼店の閉店が発表された。2月28日21時頃、イオン千葉長沼店は閉店を迎え、小島店長をはじめとする店員が閉店セレモニーを平面駐車場側入り口で行い、客を見送った。同年6月18日にロピアがオープンした。また、 9 4千葉長沼店のフードコート側には松本清が建物内で移転をオープンし、2階フロアは西松屋やパシオス、セリアなどがオープンした。1階食料品、化粧品、薬、自転車、フードコート、ディッパーン、ランランランド2階医療品、専門店、松屋電気球、キャデンユニクロキッズランド3階専門店、ニトリ2009年以前は、 前回直営売り場で3回は、メンズファッション、スポーツ用品、家電、子供用品を扱っていた2003年11月にオープンした千葉県下では初のラーメン複合施設である。最大6店舗が入居するが、半年、または1年単位で店の入れ替えを行っている。2008年11月13日から漫才師、勝見さゆりの勝見が自身が経営するラーメン店。 およよんラーメンうまいんじゃーを出店していた。その後、ラーメン劇場は閉店し、後地は2013年6月にスポーツデッポになった後、2019年11月に、小島、ビッグカメラがオープンし、現在に至る。国道16号線を、東関東自動車道千葉北インターチェンジからは、千葉方面、京葉道路穴川インターチェンジからは、柏方面に向かう。なお、 駐車場は平面と建物上階に設定されている。ありがとうございます。